ブライアン・ダグラス・ウィルソンはアメリカ合衆国のミュージシャン。ザ・ビーチ・ボーイズのリーダーにしてボーカル・ベース担当。メンバーのデニス・カールは実の兄弟であり、それぞれ自邸・末弟に当たる。マイクラブはいとこ、アルジャーディンは高校・大学の同窓生である。また、ジ・娘のカーニー・ウェンディはウィルソン・フィリップスとして活動している。 卓越した作曲と編曲能力を合わせ持つ。彼は、1961年のビーチボーイズのデビュー以来、数々の楽曲を次々と作曲し、当時は珍しかった。セルフプロデュースの手法により世に送り出すことで、同バンドを名実ともに全米一のロックンロールバンドの地位まで引き上げた。ドントオリベイビー、サーファーガール、ファンファンファン、アイ、ゲットアラウンドなど、 ロックンロールのリズムにコーラスワークを多用した彼のオリジナリティあふれる楽曲群は現代に至るまで多くの人々に親しまれ続けている。フィル・スペクターの影響を受けた作品もヒットしている。ベーシストとしてはフェンダープレシジョンベースを45度に構えて親指でピッキングする独特のスタイルとそのスタイルに由来する丸く温かみのあるサウンドが特徴であった。ボーカリストとしては フォーフレッシュ面の影響もあり、かつてはファルセットを駆使した美しい歌声だったが、ドラッグや喫煙、アルコールの過剰摂取により1970年代中期を境に性質が大きく変化しており、特にソロデビュー以降とではかなり印象が異なる。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第52位、1942年に カリフォルニア州イングルウッドに生まれ、2歳の時に放送にと移住する。1961年にデニス、カールと知り合ったマイク、アルと共にビーチボーイズを結成し、作曲のほとんどを担当する。ステージ活動と創作活動との両立のプレッシャーから、1964年末より、ビーチボーイズのライブ活動から離脱し、多少のテレビ出演以外は作曲。 レコーディング活動に専念するようになる。以後、それまでも起用していたスタジオミュージシャンの比率をより高め、プロデューサー兼アレンジャーとして、ロックンロールの枠にとらわれない音楽性を追求する。特に、それまで自分自身がレコーディングでも弾いていたベースにおいては、スタジオミュージシャンを起用することで、自身のテクニック以上の演奏が可能になったため、ルート音を あえて意識的に外したメロディアスなベースラインなど、それまでの常識を打ち破る演奏を残し、ポール・マッカートニーなどにも影響を与えている。1966年には、傑作、ペット・サウンズを制作し、同年シングル版、グッド・バイブレーションの大ヒットで、その天才的な音楽的才能を,を世に知らしめた。この頃、次なる作品、スマイルをレコーディングするが、 ブライアンの精神状態の悪化によりアルバムは発売中止となってしまう。その後、ビーチボーイズにおける楽曲制作、レコーディングへの関与は限定的となっていき、健康状態は悪化の一途をたどっていく。70年代半ばから80年代にかけて精神科医、友人ランディの元治療を行い、1988年には初のソロアルバム、ブライアン・ウィルソンを発表。 その後は、たまに、ビーチボーイズに参加しつつ、ソロ活動を続けるものの、弟カール死後の1999年以降、分裂状態のビーチボーイズとたもとを分かち、彼自身の名を冠したバンドを率いて、精力的にライブを行う。2000年から2002年には、ペットサウンズ全曲演奏を含むワールドツアーを行い、2002年には、 イギリスのエリザベス女王在位50周年の記念イベントであるコンサートにアメリカを代表するゲストとして参加するなど彼のソロライブ活動は次第にステップアップしていった。そのソロ活動の極みとして2004年にはバンダイクパークスやバンドメンバーのダリアン・サハナジャの協力のもと37年の年月を経てついにスマイルを完成させてステージで披露。 あとに、スタジオ6音盤 CD と LP を発表し、ファンを狂気させた。2008年9月には、ビーチボーイズ時代に在籍した、キャピトルレコードと契約し、故郷、カリフォルニアや、自身の音楽活動経歴をテーマとした、トータルコンセプトアルバム、ラッキーオールドさんを発表。2009年10月8日、ウォルト・ディズニーレコードに移籍し、ジョージ・ガーシュインとディズニー音楽のトリビュートアルバムを、 発表する予定であることを公表。2010年8月に発表されたガーシュウィンのトリビュートアルバムリーマジンズ・ガーシュウィンはベイビル・ボード氏のジャズアルバムチャートで1位を獲得した。翌年10月にディズニー音楽をカバーしたアルバムインザ・キー・オブ・ディズニーを発表。2012年にはビーチ・ボーイズのデビュー50周年最終決プロジェクトに加わりアルバム ゴッドメイドザラジオ神の作り師ラジオのレコーディングと4月から9月までのワールドツアーに参加した。サポートメンバーはマイクが率いる現ビーチボーイズのツアーバンドとブライアンのバンドより選ばれた。2015年4月、ジョー・トーマスを共同プロデューサーに起用したソロアルバムノーピア・プレッシャーを発表。オリジナルの新曲によるアルバムとしては7年ぶりで、 ビーチボーイズの歴代メンバーのうちアルジャーディン、デビッド・マークス、ブロンディ・チャップリンがゲスト参加した。スタジオアルバムライブアルバムビーチボーイズの一員としては1979年8月に初来日し4.5日の江ノ島ジャパンジャムに出演しているが、ステージ上には姿を見せたものの、スループジョン B のリードボーカルの一部を担当したのみで演奏にはほとんど参加していない。 本人も、この来日公演の記憶がないほどである。以下は、ビーチボーイズ分裂後、ソロ来日公演の日程である。ブライアン・ウィルソンの電気映画である、ラブマーシーを終わらない、メロディーが、ビル・ポー・ラッド監督、ジョン・キュー・ザックとポールダの主演にて2015年に、制作された。日本では2015年8月1日公開。ありがとうございます。